新日本のわけポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。レーレーシャンマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ、もっと新日本のわけスピンオフの落語会のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレーレーシャンマルコ、そして立川和夫です。弾みましたね。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。普通の人がいるよこんなに俺たちさ、ノリにノリノリでやってるっていうのにプロデューサー落ち着いた感じのね、貫禄を出さない、仲間感出ないよね。いやいや、仲間じゃない、プロデューサーと芸人ですから、ね、何言ってんの。プロデューサーだって仲間だよ。まあ仲間は仲間ですね、大きな意味では。お金出す方とお金もらう方みたいに分ける嫌いが多いけど、はい、芸人さんは特に、まあまあ、お団子扱いしますけどね。芸人さんは特にあるけれども、はい、ね、そんなことない。お金出そうだって一緒に作ってるんだから、うん、仲間だよ。はい、仲間です。じゃあよかった。仲間ですけど、出してないし、ね、実は広瀬さんはプロデューサーなんですけど、うん、お金は出してないんですよね。お金出してない。何のプロデューサーなんだろうってなってくると。でもさ、プロデューサーってさ、うん、あのお金出す人ではないよね。なんかそう、企画する人ですからね、うん、まあまあ引っ張ってくる、うん、そうそうそう、引っ張ってきてプロデューサーからお金もらうことが多いから。ああ、だからそうですね、うん、本来のいわゆるスポンサーとか、うん、出資者から一回プロデューサーに行き、 そこからもらうという。だいぶ抜かれた後ね。いやいや、抜いてないから。ちょっとここはっきりさせておかないとまずいですよ。いや、広瀬さん抜いてないから。一般的なプロデューサーって話だから。広瀬さんって話はしてないから。まさにプロデューサーっていう仕事ってその業界によって違うよね。だからね、音楽業界で、まあ、日本の音楽業界も特殊なんだけど、はいはいはい、あの世界的な意味での音楽業界でプロデューサーといったら、うん、金で雇われて、うん、音楽を作る人だよね。へえ。だからあの出資者っていう側面は全くない。まあ出資者とその現場をつなぐのがプロデューサーってイメージですね、僕は。そうね、まあ現場を仕切る人だね、うん、だからさ、レコード会社がレコード出すとするじゃない、はい、うん、まあじゃあマルコさんに、のレコード出してもらおうと。いや、ないな。いやいやいや、なくはないか。あ、そうだ、なくはない。出てる、うん。マルコさんにあの弾き語りで10曲やってもらう。いや、ないな、どんどんない方言ってるな。なくはないよどんどんない方言ってるよ。でそれをね、まあ、あのじゃあビクターがやろうとするしたとするじゃないですか。ないな。あの髪の毛1本ぐらいの可能性はまだ残してる。まだ制作するのは、うん、レコード会社の制作部じゃない。おー。でそこの担当する人はディレクターって言いますよね。はいはいはい。そこはで、日本の音楽業界ってなぜかその制作部の部長とかをプロデューサーと称することが多いんだけど、それ真っ赤な偽りであって、ディレクターの上のポジションの人、チーフディレクターに過ぎないんだよね。あ、でもよくさ、ほら、まあ、うん、あの仮にね、山口百恵のプロデューサーと称している人がいるとするじゃない。おー、それレコード会社の部長だよね。まあちょっとトゲのある言い方にここから入ってきそうな感じがしますけどあなた別にレコード会社の人じゃんっていう話ね、もともとね。あ、でそれがだから偉くなってで、うん、その上であのレコード会社を辞めてプロデューサーと称する場合もあるよね。はいはいはい。だから、まあ、はいはいはい、仮にソニーでさ、うん、落語のレーベルがあったとするじゃない。ありま、あったとしましょう。でそこでレコード会社の人に過ぎなかった人がね、うん、まあ、定年過ぎて、お、まあ、フリーになって、お、分かんないけどね、お、それで、まあ、プロデューサーという立場でなんか偉そうにしてるってことはありうるよね。分かんないっつってるから分かんないっつってるから、ね、分かんない話してますから、ね、一番大事なところ、まあ、架空の話だからね、はいはい、ただ、だ結局その音楽をなんか作るときにレコード会社が、うん、あのお金、まあ、最近は割と違うことも多いんだけど、基本的に原版をアーティストじゃなくてレコード会社を持つという昔ながらのやり方で考えると、原版権ってやつですね。そう、そうするとお金を出すのはレコード会社。おー、ね、でそれをあのサラリーマンであるディレクターが、うん、制作に入るわけです、はいはいはい、その制作するっていうのはスタジオのブッキングとかも含めてなんだろうけど、うん、もろもろのじゃスタジオを仕切る人、あのミュージシャンを集める、だからマルコさんと一緒に演奏するミュージシャンを集めるとか、あ、そういうことをするのがプロデューサーですね。あ、じゃああれだね、ギター弾けるのか、じゃあ信楽参加しろよっていうのが
あれですね、プロデューサーですね。もっと言うと、あ、マルコ本当はギター弾けないから、うん、プロのミュージシャンを入れてマルコってことにしようとか決めるのが、ね、でお前これ弾いたって言うなよみたいなところ、スタジオミュージシャンに弾かしといて、よくあるケースだよね。よくあるケース、架空の話です。架空の話、誰のことかは知らないね、これ。そうそうそう、だから音楽畑にどっぷり使ってる人が言うといろいろと問題が起こりそうな話だけどね。レコードにはクレジットされてないけど、あれは俺がドラム叩いたんだみたいなこと言うやついるのかよ。ダメだよ、 SNS で書いたら。たまにあのミュージシャン本人からバラすときありますあるね。あのギター俺じゃねえんだよ、俺じゃねえんだよってね。でそういうのを仕切る人がプロデューサーで、プロデューサーは、レコード会社、この場合はレコード会社から金で雇われるわけ。ああ、なるほどね。だからあのじゃあレコードを作るお金を集めることをプロデューサーがするかって言ったらそんなことしないです。あ、そのだこの場合はあのレコード会社が出すわけだ、うん、だけどさ、映画とかだと、はいはいはい、もっと出資者を募らなきゃいけないっていう作業があるじゃないですか、はいはいはい、だかそこの部分でやっぱプロデューサーっていうのがね、かなりそうですよね。で、まあ、制作委員会みたいになってるじゃない、うんうん、ジブリとかで有名なの鈴木敏夫プロデューサーとかね、うん、そうそうそう、表出てきますもんね。そうそう、だからプロデューサーっていうのはそう、制作総指揮っていうね、うん、制作の指揮を取る人って考えた時にお金も含めてあの指揮をする人っていう人がいないと作れないものもあるんだろうな。お、ね、うん、ここで言うプロデューサーの広瀬さんの役割は何なんですかね。顔つなぎ。顔つなぎ。自分でさらっと言うところがいいですよね。だからこういう方向性の会を作りたいという、うん、あ、だそもそも新日本の話芸っていうのは、日本の話芸から始まってるわけですよ、ね、はいはいはい、日本の話芸っていうのは、春風亭一之輔と立川こしらに一緒に会をやらせたら一緒に見れるねっていう発想だったんですよね。そうですよ。でそれはあの元、北沢タウンホール成城ホールの統括館長だった、野際さんと僕が当時やってたあの月刊談笑ってのやってて、やってましたタウンホールでね。 そう、はい、それでずっと、まあ、毎月仕事してて、でそんな中で最近やっぱりあの立川こしらいいんですよねって話をして誰が言い出したのか分かんないけどね。それはまあ私なんですけど。広瀬さんもう大変なとこ首突っ込んじゃって。で春風亭一之輔はすでに、うん、もうあのなんでこの人まだ二つ目なんですかっていう、そのあ、もう新一でいいだろうっていうような評判でしたもんね。それで、うん、あのまあでもこの二人で会やったら絶対面白いんじゃないかと。おお、なぜならば絶対接点がないから。ないですね。立川流の 中でもはぐれ者な白く一門のはぐれ者だから、あのそんなにはぐれってつけなくてもいいんですよ。じゃあのけ者、のけ者の方がまだぴったりかもしれないな。じゃあのけ者になってる白く一門のはぐれ者。白く一門がのけ者だとそこ僕責任取れないのでね。あの僕だけのけ者にしといてください。じゃあのけ者のあの悪口でコーティングしようとするからそうなるの。か広瀬さんいい。現状をそのまま伝えればいいのに、そこに悪口エッセンスを足すからそうなっちゃう。じゃあ立川流がいろいろある中での、うん、はい、あのちょっと独立グループみたいな。そうですね、独立した動きをしている志らく一門の中のはぐれ者、うん、そうです、ね、そこのはぐれ者は僕受け入れられるので大丈夫です。広瀬さんが好きでいいじゃないですか。なんでわざわざそんなカテゴリー作るんですか。であの時はもうあの志らく一門独立したいって言ったところがさ、もうこれ以上の褒め言葉は見つからなかったんだろうなっていう。独立どっぽ で独自 あの視点で動いている独自の美学を持つ。うん、まあそれだけまとまってればいいんだけどな。だからまあだからそういうことですよ。まあまあ僕は僕の立ち位置はそれで正しいですね。ね、はい。で、あれってだから2010年とかね。古い話だよ。14年前だよ。マルコちゃんまだ入門してないでしょ。ね、してますよ。してるけど。二つ目でしたよ。だから2010年ぐらいに話が出て、うん、2011年の夏から始まったんじゃない。まだ全然。いやいや、だから、二つ目だったじゃん。二つ目なってたの、その時は。一之輔兄さんと2年しか変わんないんだから。あれね、2011年の多分7月に最初やってるんだよね。へぇ、ね、なぜそれがわかるかっていうと、うん、あの年震災があったでしょ。3月に。あった。で、家元が亡くなったでしょ。そういう年なんだね。それで、第1回のこしら一之輔があるのが7月だったんだけど、はい、
6月に僕、うん、あのめまいで倒れてるんだよ。広瀬さんが、うん、会社ですごいな、震災と自分のめまいをリンクさせてるからね。そうそう、一大事件ですもんね。あの本当にね、6月に会社で倒れて、うん、もう動けなくなって、あの本当に死ぬかと思ったね。救急車で運ばれて、僕もねこの間死ぬかと思いました。そう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 、ね、気持ちわかります。なんかわかるでしょ、はい、救急車で運ばれてる時、あ、こうやって死ぬのかな。そうそうそう、ね、あ、死ぬ、俺便器見ながら、あ、死ぬんだと思ってましたもん。それがね、倒れた日が、うん、三遊亭キツツキの道楽亭の会の会の3日前ぐらいだったね。2日か3日前で満喫、今はこれに出てない満喫の満喫さんがまだキツツキだった頃、はいはいはい、でめまいで倒れて予約したのに行けなくなったって記憶があって、大事なの健康の方だよそれね、覚えとくのは。本当3日間本当に動けなかったんで、それで7月に第1回があった時に、うん、僕がだからもうちゃんと歩けない感じだったから、はい、だから小白さん覚えてないかもしれないけど、うん、打ち上げがあっても僕は出てない。で行くのに幅さんが付き添いで支えてくれた。全然覚えてないですね。でしょ、そういう感じだった。さ、やっぱプロデューサーはそういうとこ表見せないのよ。ね、プロデューサーってみん演者心配させちゃいけないっていうので無理してホールまで来てたんだよ。そうそうそう、頑張ってね。お前すごいプロデューサーじゃんよ。なかなかいないよ。そして支えられてる時点で見たらわかると思うんですけどね。いや気がつかないから。俺とかは気がつかないから、興味ないんでしょ。興味ない、興味ない。その頃全く僕に興味ないと思って。で始まってだからほら何ヶ月かしたらさ、一之輔さんもすでにね、うん、売れっ子だったから、はいはいはい、ちゃんとね、あのもうあの頃はだからまだでもうち幸い町ホールでやったのかな、どっかの毎日もんちとか、まだそうかもしれないけど、ギリギリそうかもしれないし、はい、そこから、国立に移った頃かもしれないし、とにかくまあ、結構でかいところでやってて、うん、でそしたらあの小白さんが、うん、一緒に真打ちになっちゃうぜって、まあ、トークがありましたからね、今と同じ形でエンディングトークでね、はい、10月ぐらいだね、行ってやりましたよ、9月か10月ぐらい、うん、一緒に真打ちになっちゃうぜって言ってて、いやいやそりゃ早いでしょうって一之輔言ってたんだけど、うん、その次の日かなんかに一之輔の抜擢が発表された、発表されたって、わあ本当傷ついたわ。ね、かっこ悪いと。上からで、ね、一緒に真打ちになっちゃおうぜって言ってた先輩が、後輩が翌日抜擢で、まあまあ、だいぶ先輩ですもんね。まあ恥の多い人生を送ってますよ。でもね、うん、そこでだから奇跡が起こるというか、奇跡起こっちゃうね、トライアルがね、そう、真打ちトライアル、ちょうど志らく一門も真打ちトライアルっていうのを並行してやってる時期で、はい、それでその時にあの結構もうその時期は小白ファンもある程度増えてたから、うん、でみんな、小白に投票しようっつって、うち幸い町ホールとかに、組織票、組織票よ。違う、あの当時は組織票を持ってる医者がいたんだよね。いました。一人しかいねえだろ。いいえ、可能性わかんないよ、わかんないじゃんよ、他にもお医者さんで落語家になる人いるかもしれないじゃんよ。あの時4人受けたんだよね、だから、ね、あの時4人ですね、シラのシララ、コシラ、楽長、そうです。え、その名前出てんの。名前出た、出したよ。組織票持ってるんだよ、組織票持ってる医者がいたわけ。すごいんだよ、だって。でまたあの薬剤メーカーとかいっぱい来るんだよ。俺患者患者ってみんな言ってるけど、患者は来れるだけの体力ないのよ。違う、そこの病院と付き合いのある薬屋さんが来るんだよ、これすごいんだから。お医者さんにすごい良い所存ですよね、そういう人たちって。で、まあ、これはあのだからあの、うん、ポッドキャスト上げるときタイトルになんか入れないでほしいんですけど、うん、僕の勝手な一ファンとしての解釈で言うと、はい、それまで何回も個人でトライアルやってて真打ちになれなかった人がいたみたいな、ね、いましたね、はい、その人を何とか真打ちにしようと思って発ダメよ、企画された。そんなことないですよ、もうみんなそれぞれだって、ね、だってもうほぼ白野と同じキャリアだから、そう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 、楽長白野一緒でしょ、で俺と白野は白野の上だから、そうそう、もうそこはもう上がっていいよってことですよ、そうね、うん、でだから誰か上がってよっていう、そうそう、でもほら白野さんがまあ順当にいけばなるはずだ、そうです、もう下馬評ではもう圧倒的でした ね、でそこでだからまあ小白ファンとしては、うん、志らく師匠は白野さんを真打ちにしたい、はい、でも組織票を持ってる医者がいる、うん、だから我々はもうちょっと純粋に楽しめないのかな。
やっぱトライアルにする弊害だよねこれね。そうそうそう、誰か一人ってなるとやっぱ自分のところを持ち上げるよりとよそをけなした方が地方選挙と一緒だよねこれ。でもほらこしらファンってそんなに絶対数ってそんなにないから、そんなにないだから、うん、とりあえず集いに行ってるような人は足運びましょうねっていう雰囲気があって、ありましたね。であの時多分2人に丸つけるみたいな、あ、そうです ね、はい、だからあ、じゃあこしらと誰っていう時に、あ、まあ、そうか、まあ、組織を持ってる人は組織を代えるだろうから、うん、それ以外っていう。ひどい。あ、でもね、でも自分がファンだったらそれは考えますよね。逆にだから組織票で来てる人が誰に入れたかが問題よね、うん、あで、で割とフラットな感じで来てる人がどれだけいたのか分かんないけど、うん、結果的にはだから会場で一番面白かったのはこしらさんだったってことです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。受けてたから、うん、でだからね、その白野さんとかね、白良さんとかも実力を十分に出せば、うん、多分ね、一緒に石打ちになってもおかしくないですから、はいはい、僕は本当に2つ目になるときは小白白良が先に石打ちになった、2つ目になったけど、はい、いや白野が先になるべきだろうと思ってたから。そうでしょう、うんうん、実力的にはね、俺もそうだと思ってたね。でもなんかね、ああいうのってあれなんですよね、白野さん弱いのね、なんかね。いや、そこの昇進するための試験っていう色合いもあるから、白野はちゃんとその試験を受けるんですよ。だから前座から2つ目だったら少なくともこれぐらいのキャラクターができなくちゃいけないとか、ちょっと大きめのネタもできなくちゃいけないとかっていうのを、そのトライアルですから、そこで2つ目になるだけのものを持ってますというのを見せつつ参加するんですよ。で僕とか白野はそんなの全無視してやるんですよ。だから面白いね。大ネタなんか一個もやらないのよ。新内トライアルだって言ってるのに。もう枕で笑い取ったもん勝ちだぐらいにしか思ってないから。だからそこでちょっと、お客さんが求めてるものと、この制作者側が設定してるルールっていうのが、ちょっとズレが出ちゃってるんだと思います。はい。じゃあその時丸つける時は、うん、誰が面白かったですかみたいな聞き方なんですか？いやだからとにかく聞き方 なんか良かったのに丸をつけるみたいな、良かった人に、じゃあやっぱいっぱい笑った人につけちゃいますよね。そう、うん、面白ければね。だからほら、はい、コンテストとかね、うん、あるじゃないですか、お客さん参加型とか、ね、ありますあります。あれはやっぱり受けてる人に釣られるよね、やっぱね。あ、この人が一番面白かったんだろうなってなるじゃん。はい、みんなね審査員じゃないから。そう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 、そうなんですよ。だからトライアルも今日面白かった人っつってた時にはやっぱり4人だったら、うん、あ、いっぱい笑ったしなっていうふうに単純になる。はいはいはい。だからそのこんな大ネタをやりましたって言われても、うん、いや別になってなればね、つけないじゃないですか。そうだからそこがちょっとお客さんの意識が低い回だったんですよあれは。いやいや意識高かった。意識が高かったらちゃんと大ネタにもチャレンジした白野が順当に上がるべきだったかもしれないです。僕の記憶だとね、うん、白野さんがね、時そばかなんかやって、はい、それでね前半すごくね、うまいねやっぱこの人って思ったね。そしたら後半ギャグに走ってそれが滑りまくって、うんうん、ああって感じだった。なんで普通にやんないんだろうな。けなすんでなく僕を褒めてください。他人をけなすんではなくこしらを褒めてもらえると。そうですね。だからこしらさんは本当誰も期待しないで見てた人が多いと思うんだよね。誰も期待っていうのが、あの時僕が2つ目から真打ちに上がる時、志らく師匠の弟子でこしらがいるって志らくさんは知らなかったです。そう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 、志らくすごいでしょ。そうだ、だから一問会とかに顔出してなかったみたいなことですか？いや、一問会出てるけど、俺そんな頻繁に出てないし、はい、あとその志らくファンは志らくを見に行くから、はい、志らく一問会に来るってよっぽどなコアなの。そう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 、だから志らくを追いかけてて、志らく独演会で出てくる人がまあ言うならば一問なんだよ。はい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 、楽塾的な人たち。うん、いやそうだから、僕だって志らく一問会で小白さん見たんだから。おで昔見た時はなんだこのチャラいやつって思ってたのが、
その2回目ぐらい見たときに、え、なんでこんな面白いんだろうと思って、めちゃめちゃ面白い。2回で魔法にかけてやったよ。その間、相当間があるんだよ。あったんだね、期間が。あのまだあのなんか川でできた生き物とか。川でできた、まだ、今でも多分ありますよ、倉庫行けば。なんか最初見たときはそれで、あとあの、なんかシララと漫才やったりとかしてた。はいはい、やってます、やってます。でだから、だいぶ離れて2回目見たときに、あとミシランやってて、うん、それはすごい面白かった。おすごい面白かった。でだから僕はそうやってあのね志らく一門会だとコシラとか出たり、うん、コラクとか出たりする。あ懐かしいね、そういうなんかコラク知らないだろマルコ、同じ子族だぞ。なんだ子族、子族マルココラク子がつく子一番ここいや私ね昔広小路亭の志らく一門会行ったことあるんですよ。その時出てた気がします。何遊びに、いやいやあのお客さんとして。マジで入門前ですよ。コラク見たことあんの？確か一回見たことあります。やべ伝説だよ。今志らく一門ではコラク伝説になってるからね。伝説伝説。なんかあの一門会で最後あの点数を志らくさんがつけるっていう。はいはい、やってました、やってました。でコラクが、うん、あの詩瓶やった時に、はい、そもそもおやなんで詩瓶なんかやるんだって言ってた。なんかで僕がねよくあの今まで、ね、見て一番面白かった落語どれですかって聞かれると答えようはないけど、うんはい、一番つまらなかった落語は古楽の長短。すごくない？広瀬さんさこれまでさどれだけの本数落語を見たと思ってんの？そのトップ取れるんだよ。すごい。古楽それは伝説です、ね、確かに。古楽の長短。私見に行った時はなんか落語やってなかったんですよ、うん、なんか漫才やってて。それこしらの間違いじゃないの？いやいや違います、漫才やってたんです。多分その頃は楽平ですから。あそうか、名前間違いはしないと思いますよ、うん、で、獅子丸兄さんが、うん、なんか一人芝居みたいなのやってました。ああ、あのね、瞑想してる頃瞑想してる頃です。みんな何をやればいいのか分かんなくなってる頃です。でもだから志らく一門会確かに小白さん出ることあったけど頻繁じゃないから、はい、でも僕みたいにこう小白さんの面白さを素直に受け止める人間はあんまりいなかったと。そうですね、やっぱり志らくファンっていうのはどうしても志らくさんの美学にね、うん、そうなんですよ、傾倒してるから。志らくさんの美学でいうと小白さんの後に出たくないっていうね。そう志らく師匠楽をやる空気じゃねえなっつってすいませんって言いながら上がっていく。だからみんな多分小白さんを見てもあのなかったことにしてた。記憶から消去してすごいの、みんな異例スキルも高いんだよね。あれ俺出てたんだけどなみたいなあるけどね。でもあのトライアルにあの4人が出た頃の小白さんっていうのはもう十分、うん、あの真打ちになっておかしくない面白さがあったから、はい、でそれを見てみんなびっくりしたのと。あこんなやついたの、立川流の志らく一門の秘密兵器みたいな。そう今まで表に出てないけどっていう。そうそう、いやだからその時に僕はあのそんなに、落語界に露出しようと思ってなかったんですよ。そう、僕のせいで落語家になっちゃったみたいなことに。そう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 、だもう俺ラジオあったり他でもね会社やっててそっちもうまくいってたりしたから、その落語ファンに対してこう打って出なくても俺やっていけるなと思ってたから、うん、なんかねそういうちょっと大きな会があったりしても別に顔出すこともないし、別にねそんな無理に自分のその枠を取りに行くこともない、別のジャンルでの活動が多かったので。でもそんな中あの週刊モーニングでね、そうモーニングの広瀬さんが取り上げちゃったのよ。で連載やってて徐々にね、うん、ファンが増えてきて、ファンが増えてきちゃったのこれ。だ多分トライアルもあなんか興味があって、そういう興味があって見に来たって人もいるかもしれない、ね、いるかもしれない。一般発売もしてましたから ね、うん、だからそれであの面白いなって思った人もいっぱいいるだろうし、だって演者だけであれさばいたらもう本当に楽長さんが全部買い占めてたからまあね、楽長さん残念ながらねあのコロナの期間に違う病で亡くなっちゃったんですよ ね、うん、ね本当に楽長さんどこまでも医者だったなと思いましたよ、うん、コロナの期間でコロナじゃねえんだと思って。なるほど。学長さんすげえな。トライアルでも志らく師匠の点数が重要だったんだよね。そうですよ。で実はだから志らく師匠の点数も高かったんだ、小白さん。おお。ちょっとあんま言わないでくださいよ。あとで冷静。印象操作してたんだから俺。そう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 。でも僕が取ってたメモだと全部点数ついてんだけど志らく師匠も意外に高いんだ。そう。だからこそ同時に真打ちになったのね。白く、うん、白野と小白って。
そう、びっくりしました。だから師匠が絶対僕のことを、うん、あのいいということはないだろうと思って、うん、だって師匠はこうやった方が嬉しいは分かってるんだもん、うん、もっと夏メロとか、そうそうそう、ね、あと映画でもちょっと古い、うん、なんかその教科書になりうるような映画とかをちゃんと見てなさいよって師匠が言ってるのに、お前好きな映画なんだって聞かれたらタイタニックでーすって、その当時、その当時もう一番流行ってるものを答えるっていうさ師匠の美学の全く真逆をやってたから、だからトライアの最後に、うん、最後の最後にじゃあ、最後に私の美学との価値観の一致をって、ね、価値観の共有、ね、これ白くにも大事だから で、小白さんはもう最低点だった、はい、最低点そこはね、でそこが最低点でも真打ちになるぐらい他の部分でのお客さんの受け方とそれから落語そのものに対する、うん、白く師匠の評価っていうのは高かったのね。いやでもどうやったってそこはね、僕的に白野にかなわないなと思ったんですよ。その落語のうまさとか、あとそのうちの師匠に対するそのリスペクトの、もともと持ってるものじゃなく努力してリスペクトしていったところ、だからその夏メロを好きになったりとか映画好きになったりとかって言って、そこのその師匠に対する努力量をこっちは見ちゃったから、うん、同じ努力しても多分白野には超えられないと、じゃあ俺も反対行っちゃおうっていうので、いやちょっとわかんないです、いやワイルダーっすかみたいなえ何ワイルダーっつんすかみたいな方に僕は行ったんですよ。僕白野さんのトライアルも何度も行ってるんだよね、うん、あの単独でやってるから、はいはいはい、で特に惜しかった時のやつを見た時には、うん、やっぱりその白く師匠がいやこの程度で真打ちになれると思ってるのかっていうなんかちょっとあのもどかしさをね論評で言ってたから、はい、例えばネタもねあの一応観客にくじかなんかで選ばされる、ね、おおすげえことやってるな、ね、ネタが50個ぐらいある中で、でもその場でくじだよ、でもそれが軽い話ばっかりだったたまたま、あだからそこでねラクダとかさ、うん、分子もっとい芝浜とかね富久とか行けば、はいはいっていうのの真逆になっちゃったの。だから白く師匠はこんなネタで真打ちにっていう感じのことを言ったの。でそれまでは白くも仕込んどきゃよかったんでね、そこねできないわけじゃないんだから、うん、だから軽い話とあと鳥ネタとって2つ用意しとけばね、いやいやそれをさ過去の白くに言ってやるよ今じゃなくていやだから なんでそこでちゃんと普通にネタだから楽平なんて、うん、今の楽平ちゃんとだからネタ出しをしたでしょ、はい、やってますネタを、はい、ああいうのでよかった、あれね多分白野がアドバイスしたと思いますよ、反省を褒めて、そうやっぱり失敗した先輩が脈々とこう後輩に俺これで失敗したからってこう伝えていくのが伝統芸能でしょう、ね、自分の美学を託そうとしてる弟子じゃない、うん、白木さんにとって白野って、はい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 、そうするとやっぱりここが足りないここが足りないっていうのは目につく、あでも全然期待してないあの全く眼中にない弟子は面白いと面白いなこいつって今まで見てなかったからねゼロの状態から急にドンときたから味わったことない料理だからさ意外とうまいな、うん、これ食べられるなぐらいなのにうまいと思っちゃうのかもしれないね。だからなんか僕がその男子一問会でね、うん、多分あの時だと思うんだけど白く師匠と談春師匠がですねリレーで、はいはい、リレーですあれは何だろう、あ小別れか、うん、小別れのだから、まあ、当然後ろをね白さんで、はい、前半を談春さんで、うん、その時ね、一番手で上がったのは談春さんで時そばやったの、はい、そしたらその時なんだろうけどあの家元がね談春、うん、ちょっと来いって言って、うん、こうやってあ怒られるなと思ったら、はい俺さめったにあの他人の落語で笑わないんだけど今日笑っちゃったよって、お前面白いなって言ったえそれなど舞台で言ったんですか。あのそれはね談笑さんに聞いたの、後からあそりゃそうだろうな舞台でやらないですもんね。そう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 、だから楽屋で呼ばれたからあしあしくじっただってすごい特徴だからね、全然そのもう 美学は全くないやつだから、あの中野駅前の葛西っていう立ち食いそば屋行ったことあるみたいなそういうやつ、そういうやつ声上げて笑っちゃってるって言われた、だからあのつまりその談春さんみたいにすごい家元の美学をそのままやってる人に対しては、うん、もっとこういうネタもやった方がいいんじゃないかみたいなことを思うわけじゃない、ああいうネタはなとかって、うん、もっとこういうのやれよと、
だけど全然その、まあ、全然違うことやってると面白いなって普通に思うね。判定のしようがなくなるんでしょうね、きっとね。だから志らく師匠は家元にやっぱりその美学を踏襲しようとしてるから、うん、そうすると家元が求めてるものっていうのを自分も求めるみたいなもので言うと自分の美学を踏襲してほしいと思ってるんだけど、はい、でも考えてみると家元っていつもすごくあの外では志の輔師匠を褒めてたじゃない、あ優秀だと、うん、でも実はあの美学的には違うんだよね。うーん、まず新作をやってるし、はいはいはい、あとあの江戸ではないし、うん、だからその非常にその普遍的なことをやるでしょ、はい、あとあのコーラス隊をね後ろに出したりとかパルコとかで、うん、いろんな仕込みやるじゃない、うん、ああいうのは本当は家元が思っている江戸落語ではないはずなんだけど、でもそれをパルコとかで見て、はい、すごい受けてるし、うん、面白いなと、はい、実は優等生です、うん、立川流の優等生ですって、やっぱりその美学を投影するんじゃないところにいると割とその素直に褒めれるのそうだよパルコちゃん、はい、素直に褒められるんだよそうするといやこいつ面白いな意外にふざけないよりもいやだから白野有さんの逆張りを言ったわけじゃないですか。そう、これがやっぱり良かったってことですよね、うん、自分のこの価値基準にないところに行ってくれたから、うん、だからそこで真打ちになれることができた、なれたんだよ、ね、この間その談笑さんとのトークイベントあった時もね、あの引き合いに出したけど、あの小白さんね、うん、志らく師匠が与えた言葉は、うん、ふざけるにも程があるが、うん、ふざけないよりマシって、だってなんだかんだで、うん、あの孫弟子世代でね、もちろん吉祥君とか、うん、小春寺とかまっとうにこう、ね、世の中にどんどん出てる人いるけど、はいはいはい、なんだかんだでほら大福さんと委員会やったりとかさ、ね、なんで京太郎満喫こしらなんだみたいな会とかさありますね、でっかいとこでやったりとか、うん、なんかそういうとこに出てくるのって結局こしらなんだよね。そうなんだよ。少なくとも志らく一門ではなんかだって大福誰々って言った時に、うん、やっぱそこって吉祥君だったら分かるけど、はい、そこにこしらってなんで不思議ですよね、京太郎ってこしらっていやでもそのね、もう京太郎師匠を代表とする、まあ、うちの師匠の世代ですよね、はいはい、そこは光輝く人たちがいて、はい、で、その間しばらく空いて今度一之助を筆頭とする僕から見えると下の世代があって、はいはい、ちょうどその間の中間をうまくできるやつがいないんですよ。そうだね、ここがそうなのよ。だからその中で使い勝手がいいのが僕なのかもしれないですけど、でも使い勝手いいほどの芸風じゃないよねおいちょっと褒めろよそこも。いやだってやっぱ初めて来た人は、うん、この人本当に落語家なんだろうかって思う、まあね、なりますよね。だから使い勝手がいいっていうのと、うん、色物枠なのかもしれないし、色物枠として使い勝手がいいんですよ。あ、そうか、マグナム小林呼ぶのはちょっと違うかなとなると僕でしょう。そこは落語家なんだけど落語家じゃないみたいな。そうそう夏の鴨枠。あ、そうだな、夏の鴨的な。でも夏の鴨と一緒にされるのもまた俺はな心外なんだけどな、これはこれで結構下ですからね。そうね、夏の鴨ね、うん、だから一座組む時にちょっと女流一人入れとこうみたいな。そうそうそう、そこそこそこ色変わり的な、うんうん、そう、女だと揉めるけど男だったら大丈夫だみたいなね女流ポジション、女流ポジション。おいおい、いやそんな目で見るなよ俺のそんな目、そんな目で見てないですよ。見ただろう見てない。あるんだよ、あるんですよ。ひろみさんさっきねちらっと話題に出た獅子丸よ、うん、あいつひどいの僕あの着物を着るときに、うん、あの着物がね短いんですよ、はあ、膝上の丈しかなくて袴履くから あ、ね、あとは軽量化をしてるから膝上の丈なんですよ品川真珠のさ死に装束みたいなそうですよ膝上の丈で、でこの間そのゴールデンベアの、うん、あの京太郎師匠と、はいはいはい、あと万吉ちゃんと久しぶりに一緒になった、ねね、あの回で僕短パンを履くっていうことになってたんですよ、うん、ああ言ってたね。そう、短パン履くからっていうので僕ね足の脱毛に行ったんですよはい、はい、ツルツルだったの言ってたね。そうで、その時に楽屋で着替えて、うん、袴をなんかうちの弟子がなんか畳む練習させたいみたいなこと言って持ってってたから、うん、本番まで時間あったから楽屋で着物だけ着て、うん、袴はまだつけずにくつろいでたら、うん、
獅子丸のね、視線を感じるの。あれと思ったら、あいつ、俺の膝の上のこの絶対領域みたいなところ、チラチラ見てるんだよ。おい、獅子丸です。お前何見てんだよ。あ、女の気持ちがわかるね。男の視線わかる。どこ見てるのかっていうのが。おいっつったら、ああ、すいません。ついって言ったやつ。つい完全にやましい心で見てるやつやん、それ。すごいな。俺男だぞっつったら、いや、なんか、シルエット的に見ちゃうんですよ。目がいっちゃうんですよ、ね。絶対領域。絶対領域みたいになってるね。楽屋でほら、正座してると、うん、ほら、ちょっとほら、丈がぐっと、ぐっと手前にめくれるような感じになるじゃないですか。確かにね。見たところでさ、そこにあるのはさ、おじさんのボクサーパンツなのよ。見えたところで。でも、その、脱毛してたし、でも、その、ね、ツルツルの足から、こう、ちょっと見えそうみたいのが、もう男も女も関係ないんだろうね、みたいな。本能が呼び覚まされちゃうみたいで。すごいなぁ。ほんと、獅子丸、あいつひどいと思って。なるほど。やめて、そういう目で見るの。獅子丸のイメージがこれでね。一つ。知らない人が聞いた。多分知らない人も聞いてると思う。男の生足が好きな人だよ。獅子丸、獅子丸はね、声はすごくいいね。あ、声とルックスとの乖離がすごいね。いや、声とルックスだけじゃないです。マルコさんみたいなタイプ。あー、そうか。だから、この美声の人はどんな人だろう、えってことです。ひどい。ひどい。え、マルコも閉まるタイプ？閉まるタイプですね。マジか。本当ラジオとかに向いてる。ああ。同じマルちゃんです。お前も俺のあれだろう。足を見ようと思ってんだろう。別に見たくはない。お前、俺の足を狙ってるんだろう。狙ってない。やめろよ。いや、でも会ったら見ちゃうかもしれない。わかんない。その場に置かれてみないとわかんない。何このタイプ的に置かれてみないとわかんない。まあ、そんなね。そんな二人と。私の説明、獅子丸と同じじゃないですか。そんなところに、霊霊者ミーマが放り込まれる落語会が。ちょっと、勘違いされるんでね。ね、本当ですよ。はい。おそらくプロデューサーの話から、うん、日本のわけですね、はい、そこから新日本のわけになりましたと、うん、行こうとして真ん中が膨らみすぎちゃうみたいな感じになるんですけど、体制的に獅子丸が俺の足を見ようとしてる。一之助が卒業して、そう、マルコ、キツツキが入って新日本のわけになりました。そうだから、はいはいはい、そこはなぜプロデューサーだっていうと、一之助が卒業した、じゃあコシラと誰を組ませようって時に、うん、霊霊者マルコと三遊亭キツツキという名前を出したのが僕。ああ、そこがプロデューサーの仕事だって言うんだよね。はい、ようやくそこにたどり着いた。で、満喫さんがまあ卒業して、うん、で今スピンオフという形でゲストを迎えてやってると、はい、ね、それもだから誰を入れるかっていうのもね、竜亭しがらきとかね、うん、夏のカモとか、そしてミーマさんとかっていうのもやっぱり僕が、うん、プロデューサー目線だから、そういうことです。だって僕がいなかったら多分ね、あの竜亭しがらきっていう名前はなかなか、あの僕以外だと今の段階で出さないかもしれない、うん、まあ、早いよ。まあ、しばらくでね、大賞取ったからね、はい、うん、取ったことあります？ないです。しぶらく出たことある？1回だけあります。あ、もう二度とお嫁が。え、ちょっと待って、俺結構頻繁に出るけど賞は何も取ったことがない。あ、そりゃそうでしょ。辛辣なんですよこのプロデューサー。いやいや、ねえ、味方に対しても牙を剥くんだよね。違う違う、だって あなたがやってるのはなんか、なんとかっていう人と二人会でしょ、千里師匠と。そうそう、うん、だからあれ大賞取るって、ほら、あの彦市さんのしゃぶっちゃい、 あれも僕2回ぐらい出たことあるんですよ。箸にも棒にもかからなかった。箸にも棒にもかからないって、なんか自分で言うことではないと思うんだよ。まあ、だって早めに言っとかないと広瀬さんにすごい言われちゃうからさ、先に言っとく。箸にも棒にもかからないっていうのと、あの全然こう滋賀にもかけられなかったみたいなのと違うんだよね。違うんですか、うん、箸にも棒にもかからないっていうのはどうしても全然ダメだこいつみたいなこと、うん、でもあの滋賀にかけられないっていうと相手にされない、お、相手にされなかったでしょ。いや、わかんないっすね、どっちなのか。新作落語の回でしょ。そうですよ。新作落語やったの。やりました。あ、そっか、あるもんね。いっぱいあります、僕、ね、新作落語。うん。そっか、おかしいね。でも、その時やったのは、うん、あの、芝浜のオマージュ。わかりました。ええ。じゃあ、しょうがない。でも、小白さんの新作って、結構壮大な、はい、物語だから。そうなんですよ、そう。だから、ああいう、コンテスト的なものに合わないね。合わないですよ、うん、やっぱり短めなものの方がね。そう、ね、だからワンアイデアを
なんかうまく膨らますみたいのがあんま僕得意じゃないんで、だから吉祥君とか信楽君とか、ね、そうあいつらうまいんだよ、そうそう、ワンアイデアをね、うん、最後まで引っ張るのね、そう、そこがでも腕なんだよね、あれ腕のない人はワンアイデアで終わっちゃうから、俺だそれ、いや小白さんは全然違う方向に持っていくからすごいなと思って、違う方向だってすごい、ね、すごい創作力が、ね、すごいあるんだけど、独演会、やっぱり独演会モードなんだよね、そうなんですよ、あり方が、うん、立川流の本流なんですよ、そう本当に端っこにいると思いつつ、そう2時間ないとやっぱ本流発揮できないタイプ、うん、そうなんですよ、ね、スロースターターなんでしょうねスロースターターってそうね、最初1時間枕やってるもんね、そうその辺がねちょっと立ったりしますけれども、はい、まあ、そんなプロデューサー広瀬和夫さんのチョイスのですね、うん、芸人が出演する落語会、もっと新日本のスピンオフ、はい、プロデュースだともう一個やってる、俺のこの新日本の揚げのネタ決めてもらってる、そうそうそう、なるほど、うん、じゃあもう、広瀬和夫プロデュースという本当間違いない本当のこのプロデュースの回になっております、はい、スピンオフの回が4月の20日、はい、内幸町ホールで19時開演でございます。チケットは、カンフィティの方で発売をしております、うん、今回のゲストは竜亭しがらき、そして霊霊者ミーマでございます。2人とも新作をやってくれます。2人入るからね。そうです。で、うん、小白丸子のレギュラーメンバー、最後は、広瀬さんも交えての、トークということになります。お、はい、いいね、ぜひよろしくお願いします。まだ若干チケットがあるそうで、残席わずか、ね、わずかでございます、はい、そして、本日のこの配信の日、うん、このポッドキャストを聞いてる方にだけ、うん、一番早い情報をお届けいたします。はい、このポッドキャストが600回を迎えるにあたって公開収録を行います。わあ、やだよ俺そんなの。5月の29日。高野、この間スケジュール OK って言ってましたよ。マジで？大丈夫ですか？大丈夫ですか？5月の29日、うん、高田馬場ババンバで19時から行います。チケットは PTX の方で、販売でございます、はい、こちらは高田馬場ババンバのホームページに詳しいことが書いてありますので、この配信お聞きになったからすぐにね、すごいね、チケットお買い求めください。だってそんなに入んないですよね、あそこね。あそこは50ぐらいですか ね、限定50人ってなって、ね、もうあっという間じゃないそんなの。でも、まあね、だしがらきもね、いつもしがらき村ってやってて、あそこいっぱい入ってるけど、うん、でもマルコさんの熱波クラブはそれほどいいの。いや余計なことを広瀬さんそこ足そうとするから、いい情報として有意義な情報ならまだしもね、だから、いや、熱波クラブってやってるから来てくださいね、座りやすいから行ってください、来てくださいね、毎月やってますからね、うん、毎月そのババンバでフラッと行っても入れるから公開収録やりますんで、うん、はい、よろしくお願いします。PTX でね、販売しますよ、というわけで、はい、こちらの両方の回もね、ぜひお越しいただきたいと思います、うん、新日本の揚げポッドキャスト